南社長青チャンネルのお時間です。よろしくお願いします。今日は準レギュラー小室さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ見てない方のためにですね、前回早めの時間からこう飲める飲み歩けるようなせっかちグルメやらせてもらったんですけど、その動画がですね、おかげさまで大変ご好評だったんで、その第2弾ということで、夜20時から始まるすすきのエリアの2000ベロのお店を中心に今日ご紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。1軒目、ここは私たち APR グループというすすきの飲食店を展開してるんですけども、今日まず1店舗目はうちの会社のお店ということで、すすきので作る自社のクラフトビールを中心にこうスイーツとかも食べれるようなお店になってますんで、まずはじゃあサクッとケーキ漬けに行きますか。行きましょう。しました。まず1軒目なんで軽めに、はい、ここでしか飲めない飲み比べですね。すすきのよりの飲み比べと、僕はすすきのコーヒーのコーヒーハイボールと、今イチオシバリバリエビ麺、一応今日3種類あるんですけど、これは定番の味をいきたいと思います。お疲れ様です。よろしくお願いします。今日します。どうですか。美味しい。美味しい。定番ですもんね。うん、ホワイトエール、そう、これが一番の定番と、セゾンセゾンセッション IPA。 セッション IPA もなんです。あ、本当ですか。これ秋を、ね、イメージして醸造で作ってここで作ってます、このビールは。作ってで、このすすきのコーヒーのコーヒー焼酎もここで作る。美味しい。そう、最近オープンしたらボールパークさん、野球見ながら飲めるお店が一応3階にある。いいっすね。めちゃくちゃ女性の方に人気、飲みやすい。チャージないっすね。そう、あとここのお店チャージなくて、全席喫煙席なので、なんか待ち合わせとかに結構使っていただくことがあります。すすきの出る前とか、あとはい、2軒目使いとかもうチャージでやらせてもらってます。エビ麺つまみますか、ちょっと。エビ麺はもともとバーのチャームでね、出してたんですよ。それは今お土産にして各地の地方に今いろんなとこで売らせてもらってます。合いますね。合うんすよ、ビール。そう、これも自家製。どれ一番人気ですか。ピンクっすね。ピンク、ホワイトエールが人気。4種類飲み比べできるっていうセットなんですけど、やっぱ今ちょっと仕込みが追いつかなくて、ちょっと今3種にやって、いや本当はバイツェンもすごい美味しい。水色デザインも可愛いですもんね。そう、手に取りやすいって言ってくれますね、デザインで。歌もいいです。はい、歌もね、すすきのエールのテーマソングもあるんで、ビールの応援ソングね。やっぱり人も増えてましたもんね。ね、そうそう。ぐるなびさんもだって分かるじゃないですか、最近のその繁華街っていうか、その飲食店の動き、お客さんどうすか。よくなってきますよ、だいぶ。はい、ただやっぱり早い時間飲んで早く帰ろうみたいな傾向が、やっぱこの2年3年変わったのかな。昼飲みできるところなんかすごい伸びてる。確かに僕らもバーとかそのラウンジやらせてもらってるんですけど、やっぱそこら辺はコロナ前に比べると戻りがまだ弱い。多少1軒目のお店はもう全然コロナ前を超えてるお店もある感じですね。ありがとうございました。ございました。1軒目、一応飲み比べとハイボール1杯とおつまみで1人大体1000円ぐらい。じゃあ2軒目行ってきます。はい、ということで2軒目、フラット、もう絶対紹介しよう、はい、知らない人いないですよね。でも行ったことない人がまだいるかもしれない。そうそう、地元ではまだもしかしたら行ったことない人もいるかもしれないんで、テイクアウトもできるお店なんですけど、店内でねちょっと飲みながら食べていきたいと思います。2軒目、お疲れ様です。やっぱりね、すすきのといえば2軒目はい、もう象徴ですからね。いや、でもスイッチャーいいっすね。有名ですよ、いい飯さんは。絶対来てほしいっすよ。なんか僕初めて来ました、改装されてから。なんかすごい、だからもう落ち着いて飲めるし食べれるし、前カウンターだけだったんですよ。ここはもうなんか青春詰まってますよね。おにぎりしかないって思うじゃないですか。違うっす、おつまみも豊富。すごいよね、こんなにあるんですよ。今日はね、ちょっと僕らまだまだ店舗もあるんで、おにぎり人気な2つと、あとはその豚汁というのを食べましたね。使い勝手いいっすよね。締めにも取れるし、こうやって僕らみたいに間で次行く店考えながら食べれるし、行けますし、大泉洋さんが紹介したりしましたもんね。ああ、そうっすね。それでバーンって、ね、さらに人気になって、差し入れとか喜ばれますよね。来ましたね、次の今日は店員さんに聞いて、一番人気たらこバターの醤油、小室先輩おすすめの卵黄の味噌漬け醤油丼、はい、でやっぱりおにぎりって豚汁なんで、豚汁
じゃあ430円。食べましょう、もう食べましょう、腹減った食べましょう、いただきます。うん、美味しい。初めて食べたたらこバター、醤油がいいっすよ。いい、絶対締めですよね、これ。まあ、こっからっすけど、めっちゃ具もたくさん入ってます、煮込まれてます。マジでうまそう。あとで回っていいっすか。どうぞ。ありがとうございます。すいません、お手前です。食べていいですか。やみつき1人出たいっすね。言ってくれた、言ってくれた。いや、俺言いづらかったんですよ。やみつき1人、すいません、自分で言いづらかったんで。ちょっとさっき多かったですかね、宣伝がね。宣伝が。いや、美味しい、本当に美味しい。ゴロゴロって野菜も入ってるし、締めにもいい、朝ごはんにもいい、おすすめです。おにぎりと豚汁、大体おにぎり1つ、あとドリンク1杯と、あと汁頼んで大体1000円ちょっとぐらい。おつまみでもいい、おつまみでもいい、はい。それでもなんか1000円弱とかで多分楽しめるんで、おすすめです。美味しかった。3軒目行きましょうか。行きましょう。はい、ご参加、ご参加です。握り飯、ご参加、美味しかったっす。美味しかった。辛のすぐそばに、すすきのって言えばゼロマンチ。怖いっすね。これ、意外に知ってる人多くないっすよね。探偵はバーニーとかのロケ地にはなってましたよ。あ、映画のね。映画の。飲食店が地区にあるってすごいっすね。潜入してきます。潜入しろ。3軒目。全然お店決めてないっす、どこ行くか。行ってきます。地下なんですけどね、このうわってここの両方に多分お店がいっぱいあるんですよ。すごくないですか。来た。スナックとか小料理屋さんとか多分いろいろあるんですけど、ちょっと今日は、まあ、撮影が OK していただけるところにちょっと行っていきたいと思います。行きましょう。ゼロバンチといえばスナックということで、全部行きたいですけど、結構ね、スナックやっぱ紹介してって言われること多いくないですか。確かに。今日はね、 Y with Y青木やすあき、ワイン、行ってみたいと思います。どうも、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いえいえいえ、入れていただいてありがとうございます。そしてお久しぶりです。いや、本当にお知り合いなんです。実はうちの会社であのクラブとかもやらせていただいてるんですけど、そのクラブであのお勤めしていただいていた方で、ご自身で始められたスナックということで、僕来たことはなかったんですよね。そうです。あの、来させていただいてたことはなくて、ちょっと今日勇気を持ってあのせっかくだったらっていうことで来させてもらいました。ボトルもたくさん。いやーね、ありがたい。やっぱ基本はボトルキープがのお客様が多い。 そもそもがご紹介制とか知ってる人しかご入店はできないようなスナックの営業。そうです。スナックですもんね。そうです。でボトルキープじゃなかったら基本飲み放題。飲み放題はあります。飲み放題は90分でおいくらぐらいですか。3000円。安っ。明朗会計ってことですね。そうです、そうです。ちょっとあれもあるんですか、なんかつまむものとか。そうです、私のちょっと作ったちゃんを出す、はい、嬉しい。それね、カラオケもできるんですか。カラオケもできます。カラオケ無料で。カラオケ無料。基本的になんかさっき歩いたんですけど、会員制のとことかがやっぱ多いんですね。ゼロマンチ、ゼロマンチ、こういうサイズのお店さんが基本的には軒を連ねて。20店舗ぐらいあったっすか。31店舗あるうちで今30店舗営業してる。営業してるんですか。うわ、すごいっすね。観光の方来ますよね。観光の客、来るんだけれど、みんな、あ、ここはちょっと私たちが行けるようなところじゃないねっつって、ずっと歩いても外に出ちゃうから。あ、じゃあ歩くだけ歩いて出ちゃうんだ。そうです。止まらないんだ。そうです、そうです。こういうスナックはその一元さんお断りだから。もちろん。食べ物屋さんの何軒かあるんで、食べ物屋さんにもしかしたら入ってるかもしれないけど、なかなか難しいっすよね。難しい。観光の方が来たらもう大歓迎なんですか。その、もし来て、青チャンネル見ましたとかって来て、青チャンネルさんって言ってくれたら、まあ、いや、ありがとうございます。いやいやいや、それは本当にあの嬉しいです。大人の気分ですね。いや、嬉しい。なんかこういう自分の行きつけのスナック持つって、30代の僕らのなんかこうちょっと目標じゃないですか。スナックといえばっていう感じですよね、うん、このチャームがどうですか。レベル違う、うまっ。本当に美味しいですね。いただきます。明太子ですか。そうです、明太子と白玉、うん、料理好きなんですか。料理好きなの。チャーム、ショットの時とかは全部入ってるんですか。はい。なんか優しいですね。優しい。起きやすいところがあると若い人もどんどん来れますからね。30代来ます。30代っていうか20代も来るし。え、それはつながりでですか。はい、
そう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 、最初は上司の人に連れて来てもらって、やっぱり安いし来やすいしっていうことで、その部下の人だけでも来るみたいな。あとはね、女の子がね、もうちょっと飲みに来てくれると嬉しいんだけど。女性も来れるんですか？もちろんもちろん。ちょっとおつまみしながら飲む、うん、二次会が多い。そうですね、どちらかというと。どっかでご飯食べてきて。いや、本当に良かったですね。入れてよかったです。2階の地に。2階の地に。いや、本当に来るまで。ジャングル的な。いや、怖かったから。なかなかゼロ番地、僕らも来れないですよね。今日撮影させていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。飲まれてます。はい、4軒目、4軒目。じゃん。大衆、飲みどころ、ハンカチ、マイキー。来ました。ちょっと賑やかですけどね。俺ね、ずっと来たから。したかったけど全然来れてなくて、おすすめしていただいて、まず半立ちって名前だよね。すすきのらしいです。立ち飲みではなくて座りでもなくて、もっと半立ち、半立ちちゃんと足も固定、サクッと飲んでサクッと食べて帰るんで、でノーチャージっていうのがすごくこうお客様に喜んでいただいてるお店なんで、味噌汁も無料ですか？味噌汁も無料なんで、僕らみたいに今4軒目なんで、そこでもうちょっと水入れて飲みながら5軒目に備えたいなと思います。今めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか、サントリーさん、サントリーさんのビアボール、これ買って飲んだもん。飲みました？買って飲みましたよ。プロモーションもすげーうまいんすよ。お好みの濃さで飲めるっていうのがやっぱありがたいですね、はい、ソーダを入れてお好みの濃さで原液、はい、これ自体がビールの原液みたいな。まだね、飲んだことない人ぜひ。わざわざちょっと自分で作るっていうのもまた楽しいですから、ね、そうそうそう。じゃあ、すごいです。4軒目行きます。ビール苦手な人でも飲める可能性ありますよ。ビールみたいだけどハイボールみたいな。今いいこと言った。さすがグルメサイトの北海道トップ。そんなひねったこと言ってないですよ。飲み放題ですよ。いや嬉しいっすよ。嬉しい嬉しい。うわー、もう欲張っちゃうな。しかも具もあるんだ。こういうのいいっすね。なんか勉強になりますね、人様のお店で。来ました来ました。こちらのお店の名物マグロ盛り放題、こぼしたら即終了。この緑の器からこぼれたらもうブブー、あとは1分っていう制限時間がありますと。行きましょうか。行きましょう。よーい、スタート。はい、行きます。うわ、さすが、はい、育ちいいから箸使いうまい。ありがとうございます。え、全部いけちゃうよね。あと何秒あります？まだ半分秒でやば。あ、けどね、これむずいね。サーチャーですよ、サーチャーですよ。分かった、なるほどね。これ面白い。脂身、赤身どっち好きですか？赤身で。赤身ね。脂身も食べたいです。あと15秒で。おい、ちょっとちょっと。これなんか皿曲がってない？あと何秒？5秒です。いやー、むずい。むずい。これめっちゃむずいよ。楽しかった。ありがとうございます。これが605円。やりすぎたね。同業なのにごめんなさい。本気で取りたかった、もっと全部あれでしょ。いやで、いやこれね、アジフライはタルタルかソースか選べたんですよ。タルタルでしょ。いやいやいや、普通ソースだし。いやいや違う違う、面白くないじゃない。違う、面白くない。絶対タルタルです。でこれが何？ブロッコリーチーズ焼き。これお姉さんのおすすめ。一回タルタルでちょっと。いやタルタルも好きですよ。美味しいよね。いや食べたことはあるし。いやもちろんそれはあるけど。いただきます。え、うまっ。タルタルとかソースとか揚げたてがすごい。揚げたてがうまい。あのソースがタルタルどっちでもいいです。すごい美味しい。美味しい。働いたから。え、これ605円はやばいよね。楽しいだけじゃなくて美味しい。本当におすすめできますよね。ブロッコリーのチーズマヨ焼き。美味しいのしか入ってないでしょこれ。これ女性好きじゃないですか。おい、いただきます。美味しい。うまっ。本当に美味しい。料理もしっかり美味しいのがすごいですね。パリパリ、パリパリ、うん、パリピ、本当にパリピ。
アラフォーの口からパリピがね、僕らだから言わないですけど、ね、英気をもらえますね、うん、店内もちょっと明るいじゃない。そうそうそう、ちゃんとさっきあの落ち着いてゆっくりしたんで、やっぱすすきのね、また次飲み歩きたい人には絶対おすすめ。はい、あ、4軒目、マイキーさん、ごちそうさまでした。大満足。いや、あの1人これでもだって2000円でお釣り来るぐらい。まだゆっくり来ます。ごちそうさまでした。来ました、青チャンネルといえば締めは寿司。ちょこっとでした。ちょこっとでした。1貫69円。もうすすきの駅もうほんとすぐ近く。行きましょうか。行きましょう。教えたくなかったけど、走りですよね。もう立ち食いでちょっと食べるお寿司屋さんの走りすすきの。今日ありがとうございました。こちらは流氷クラフト、北海道の網走ビールさんが作ってるクラフトビール。今日の69円。誰がまたすごいっすよね、価格が。ちょっとクオリティ高っ。これ69円さ、いやこれちょっとやばい、ね、今日の69円ということで、島津塩でもそのまま食べてください。あと赤身とニシン。いただきます。うん、うまっ。わかります。締めに寿司ってなんかすごい贅沢ですよ。だけどリーズナブルですよね。チョコプ寿司っていう店名がもう全てですよ。ゼロ次会でも使えるし、こうやって僕らみたいにお腹いっぱいで締めでも使えるし、ちゃんと職人さんがおすすめしてくれて握ってくれて、今日これがいいですよとかって言ってくれるんで、道外からの方も地元の方も絶対に来てみた方がいいと思う。西いただきます。醤油とかこれつけて食べるスタイルじゃないですね。美味しい、本当に美味しい。それだけでも遠い。愛媛のタイの白子。タイの白子珍しいっすよね、うん、北海道で食べれるって。だから地元の人も嬉しいっすよね、うん、本州の美味しいものが食べれるって。たくさんすごい乗ってる。クリンプの甘いっすね。甘い甘い甘いんだ。観光の人も多いっすね。観光客の方は結構多いです。やっぱりみんな大好き、このたこ巻き。うまそう。これももうそのまま食べていいですか。お醤油塗ってあるので。うわぁ、もう嬉しい。すごい、あれですね、教えてくれますね。いや、青チャンネルを見てくださってたって方がガチ視聴者握ってくださってて、いや、登録してくれてるっていうのが嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。貴重な一登録をしてくれてということで、いや、もう大満足。よかったですね。最後、ちょこっとじさん、ごちそうさまでした。僕らいる間も、やっぱ都外の方とかやっぱ来ていらっしゃるので、ね、地元の方ももちろん来てますから、ぜひおすすめです。ということで、本日はですね、すすきののせっかちグルメ、はい、青チャンネルせっかちグルメ、はしご酒バージョンですね。はしご酒バージョン5件行きましたんで、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と、こんな企画をやってほしいっていうのをコメントなんか、あ、いただきたい。ぜひ皆さん、すすきのでお待ちしてます。